演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、こちら業務スーパーのワッフル2種類を食べたいと思います。こちらがベルギーワッフルで、こちらがそれにチョコレートが入っていただきます。ベルギーワッフルの方は見えてますが、チョコレートワッフルの方はこれだと中身が見えませんね。というわけで、こちらオープン。こんな風になってます。おー、美味しそうですね。でも、確かにこのままではちょっと食べられませんよね。というわけで、少しお待ちください。解凍されるまで待たないとね。ワッフルの準備できました。チョコレートワッフルはそのまま自然解凍するしかないんですが、ワッフルは焼くこともできるので、どれが誰か分からなくなってました。オーブントースターで焼いたもの、オーブンで焼いたもの、自然解凍したものを3種類用意して、そしてちょっと味に飽きたするためにこちらのチェリージャムも用意してみました。ではいただきます。まずは、あ、熱いから焼いたやつだ。これから食べてみます前に、まず断面見せない。はい、断面はこんな感じです。ではいただきます。温めなくても意外とさっくりしていますね。から、一通り食べてみましたので、ここからはチェリージャムもつけていきたいと思います。ジャムつけるとこんな感じになりますね。ではいただきます。チェリージャムをつけて食べるとまた酸味が加わって違いますね。美味しい。こちら側のワッフルは焼いたらもちろんなんですけど、自然解凍はでも意外とさっくりとした食感があって、音もちゃんと聞こえましたね。そして上にほのかにかかっているザラメの甘さがよく効いて、とても美味しかったです。ほんといろいろアレンジもできそうですね。甘いのはもちろんですが、甘くないものと組み合わせてもいいかもしれません。で、こちらのチョコレートワッフルについては、チョコレートが立っているので、ちょっと前日の焼いたサクッと感は味わえないんですけど、その分チョコレートが上に立っていて、ちょっとした歯応えや味の変化も楽しめますね。イメージとしてはミスタードーナツのチョコファッションに近いそんな気がします。なのでチョコレートが楽しみながらこちらの方がおすすめにしますね。で、今回の点数はどちらもアレンジの幅があるという点をちょっと踏まえて、こちらの点数とさせていただきます。工夫次第でもっと上に行けるかな。ではカタツムリ恋に落ちるや、その足のカタツムリの足の下でも恋が進行している。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画を見ていただけると、ガオガオ拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。